ここはパークアルカディア、ザランタン常陸大宮、夜のアクティビティ編。昆虫採取ガイドをお願いしたので、19時半に管理棟へ行きます。これから夜の探検に行ってきます。行きます。すいません。カブトムシ、クワガタがいそうな場所をレクチャーしてもらったのでレッツゴー。下に落ちてる場合が多いそうですよ。いた。クワガタのメス発見。死骸はいっぱいあるけど、なかなか生きているのがいないな。あ、またメス発見。カブトムシトラップ見に来たら、カブトムシのオスがいたよ。足元は暗いから懐中電灯を用意してね。なかなか見つからないよ。途中で焼きマシュマロ発見。こんなに楽しくて美味しい焼きマシュマロが無料。雰囲気も良い。焼きマシュマロ最高だったよ。結果、カブトムシのオス2匹、クワガタのメス3匹取れました。取れた虫たちは横須賀から来ていたファミリーにプレゼントしました。チャンネル登録・高評価よろしくお願いいたします。